オクタビアは、シュコダが製造、販売するファストバックセダン及びステーションワゴンである。1959年から1971年まで生産されたモデルにもオクタビアの名称が使われていたが、香港では1996年11月に発売されたモデルを初代として扱う。1959年から販売されていたモデルについては EN。 スコダ・オクタビアを参照。1996年に発売を開始。なお、コンビは2代目が登場した後も生産は続けられており、西欧市場ではオクタビアツアーと社名を変更して販売されている。2004年5月25日に開幕したバーミンガムモーターショーにて発表し、その後発売を開始。インドではローラの社名でオクタビアと共に販売されている。 ボディタイプは仙台に引き続き5ドアハッチバックとコンビの2本立て。後者には、スウェーデンハルデックス社のオードシステムを採用した、オクタビアコンビ 4X4 もラインアップされている。また、オクタビアコンビ 4X4 のクロスカントリー仕様となる、オクタビアスカウトが2006年9月のパリモーターショーで発表されている。オクタビアコンビ 4X4 は、最低地上高が、 標準モデルより 24mm 拡大されているが、スカウトではさらに 16mm 拡大されている。2008年10月、パリモーターショーにて、標準モデルのマイナーチェンジを発表。また、2009年4月に、VRS とスカウトにもマイナーチェンジを施した。2012年12月11日、オクタビアのフルモデルチェンジを発表。 2013年2月19日には、ステーションワゴン版である、オクタビアコンビを発表。2013年に発売を開始。プラットフォームは7代目フォルクスワーゲンゴルフや3代目、アウディ A3 などに用いられる、MQB を採用。ボディサイズは2代目より全長 90mm、全幅を 45mm 拡大し、室内空間を拡大させた。 2014年2月20日、CNG 社である、オクタビア G-TEC の概要を発表。1.4リットル直列4、気筒直噴ガソリンターボをベースに専用チューニングを施した。トランク床下,下に2個の GNG タンクを配置。CNG タンクが空になれば、ガソリン燃料での走行に自動で切り替える。CNG とガソリンを合わせて、 最大で 1330km を走行可能である。オクタビアコンビをベースに SUV のようなルックスを追求したオクタビアスカウトも設定。最低地上高 33mm 引き上げたほか、前後バンパー下部のブラック仕上げ、ブラック樹脂製のフェンダーエクステンションやサイドモールが追加された。2015年3月、ジュネーブモーターショーにて、 オクタビア RS230 を初公開。搭載される2.0リットル直列4、気筒直噴ガソリンターボエンジンは、最大出力を標準モデルより 10PS 引き上げ、230PS を獲得。トランスミッションは6速 MT と6速 DSG で、6速 MT の場合、0時速 100km 加速6.7秒、最高速度時速 250km である。 2017年1月にはフェイスリフトを発表。特徴的なデザインのヘッドライトを採用した。2019年11月11日に発表。2020年6月に発売を開始。CNG、プラグインハイブリッド仕様、マイルドハイブリッド仕様が設定された。基本骨格には8代目フォルクスワーゲンゴルフや4代目、アウディ A34 代目、セアトレオンなど、 フォルクスワーゲングループで広く用いられる MQB エボプラットフォームが採用されている。インテリアには従来の物理スイッチの代わりに8.25から10インチのスクリーンを配置し、空調の調整、ナビゲーションシステムなどを行う。安全装備も充実しており、前方衝突回避支援機能、コリジョンアボイデンスアシスト、交差点での危険監視システム、ターンアシストのほか、 ドアを開けるときに、後方から近づく自転車を検知して警告するエグジットウォーニングを搭載した。2021年からは中国に導入された。ファストバックセダンのみの導入で、オクタビアプロとして3代目モデルと、併売される。エクステリアデザインは、オクタビア RS に近いものに変更されたほか、ホイールベースが 44mm 延長された。ありがとうございます。